はい、よい風景です。そこの左のところに真ん中の方で光ってるやつ、あれアイテムですよね。で、なんかくじみたいになってるんですよ、きっとね。だから、一回、そこの左の方にもアイテムありますしね。宝箱が。あれ全部回収したいですね。まあ、カット気味にやると思うんですけど、これ上の方に行けるよな、きっとな。くじみたいになってて、どれかを選べば、どっか行けるんだけど、なんとなく見てれば、わかるかな？この右。一番右？じゃないか。どっちだ？とりあえず見る限り、左から2番目が宝箱につながってるかな。そこ行ってみるか。まあ、カット気味っていうか、なんだこいつ。ドラゴン。見破る。持ってる？盗めなかった。なんか持ってますね。レベル32か。ああ、なるほど。っていうことは、これは敵の技レベル4自爆が効くんじゃないか。お、金の腕は。これは持ってないアイテムですよね。これすぐ倒せるはず。ちょっと待って。まずいんじゃないか？クラウド。まあ、レベル4自爆が効くんですね。自爆が効くってことは楽勝だから。ちょっと待ってください。金の腕輪か。あ、防御力めっちゃ上がるな、これ。てか、クラウドがプラチナバングルで今弱いのか。どうするか。クラウドに装備させるっていうのが一番いいかな。でもエーレス前衛だからな。エーレスか。金の腕はつけておこうか。よし。なるほど。じゃあ。回復と、HP アップ交換しようか。だな。回復。回復、回復。で、HP アップ。間違った。HP アップ。で、カバー外すかどうするか。どうしようか。まあ、いいか。全体か全体か。あったあった。回復全体化しておこう。消滅を覚えさせたいよな。盗む。どうするか。カバン外す形になりますね、これ。そうか、どうしますか。いいか。カバンつけておこう。あまり意味なかったな。待って、回復しなきゃ。やっぱりカバンはつけておいた方がいいよな。かなり便利ですからね。まあ、とりあえず左から2番目を開けてみよう。多分ここを左から2番目に行くと入るんじゃないかな。入れない？あ、いけたいけた。くじみたいになってて、だな。よし。よく見てればどこから行けばいいのかわかりますね。てか全体化マテリアやったね。よし。よく見ながら海に上がっていこう。あの袋が気になるな。絶対なんかいいもの入ってるって。どっちだろうな。どっちでしょう。1か2だな。番号振ってありますね。これ見る限り1か2ですね。どっちだろう。1から入ってみるか。1から入っています。あらら、カットだな、上まで。はい。上までカットしましたけど、さっきの戦闘でもう一個金の腕は手に入れました。クラウドにつけておこうか。金。で、どうするか。なんかいろいろつけられるんだよな、そうすると。クラウドに、何つけるか、本当にね。なんか、あんまりつけた意味ないんだよね。
属性とか意味があるとするとそんなところかな。まあそんなところかな。じゃあ属性なんか防御の防御耐性つけておこう。じゃあ火炎かな。炎はあるかな。炎の属性つけておきたいぞ。あったあった。なんか火炎放射とかやってくってきますからね。で2番ね、ここまだ行ってない。ビンゴー。オーバーソウル、なんすかこれ。俺は装備品と見た。あ、ティファか。瀕死時にパワーアップ。ティファは今使ってないからな、残念だけど。よし、じゃあ右か左かって感じですね。こっちかやってみっか。なんか多分ボスがいたから右だな、正解は。見たいですね。よし、こっちが正解ですね、きっと。あ、だけどマコロの方から行けんのかな。左の方マコロですよね。いや、まあこっちが正解だと思うんだけど。あ、出ましたね。出ました出ました。思ったより早く出ちゃったかな。ちょっとマコロの方探検してみるか。まあ、今回は、とりあえずここまで戻ってくるんだけど、まあ、ちょっと探検ね。まあ、時間も余っちゃったしな。まあ、あんまりこういうことやってこなかったよね。そういえば。でもね、普段プレイするときは割とこんな感じですね。わざわざね、行ってもいいなさそうなところをわざわざ行きます。ガリアンピースト、死の死後。ガリアンピースト、ガリアといえば、ガリア戦記読みました皆さん。学生の時に読みましたね。岩波文庫かなとなんか出てるんですけどね。いやー大変でしたね、あれは。正直言ってね、あんまり面白くなかったです。まあ歴史的な文章だしね、有名な本なんて目を通してみましたって感じなんですけど、なんかね固有名詞がめちゃくちゃ多いんですよね。まあ読み物として作ったわけじゃないから、あの本はしょうがないっていうか、しょうがないかもしれないですけどね。てか戦闘長引くね、これは。終わらせてくれ。これめちゃくちゃ強いだろう。ヴィンセント強すぎだよな、これ。ヴィンセントは最後まで使ってた時もありましたね。このゲームね、2回ぐらいプレイしてんのかな。で、多分クリアしたのは1回ぐらいだと思うんだけど、うん、使ってた時もありますね。今回は、まあ、ずっと最後まで使うっていうかな、まあ、いろいろ入れ替えていこうと思ってるんで。そういう感じじゃないんですけど、多分マコロの中入ってもあんまり意味ないんだろうな。一応行ってみっかな。今回はね、まあ行っても意味なさそうなところちょっとあるって言いますよ。まあ特に何かあるわけないんだろうな。敵出んのかな。なんか回想シーンで一回来たよな。そうそう、ここでティファがいて、どこに何かあるわけじゃないよな。ここにジェノバがいたんだな。そう、このバルブ開けてくれとか言われてさ、まあ、特に何かあるわけじゃないですね。よし、ではなんかアイテムで落ちてないかなと思ってたんですけど、ないっすね、何も。じゃあマコールから南に方に行ってみるか。南とかって表現できるのかな。マコールの下の方、この地の方に行ってみようか。なんかあるかもしれないから。道はありますね。やっぱりなんかあるのかもしれないな。ここは、あ、宝箱あった。来てよかったかな。スナイパー CR。スナイパー CR ってヴィンセントかな、みたいですね。どうするか。ピースメーカーとスナイパー。命中率がすっごい高いね、これ。255じゃない。
でしょ。で、治療。なんかつけられるの？何つけるか。治療全体化しとこうか。今ポイズナーなんだよね。ポイズナー全体化してもあんまり意味ないか。まあいいか。まあいずれは役に立ってくれると思うんだけど。他は何もないかな、ここは。こっちの方来た意味あったな。よかったよかった。あの、ゲーマーとしての勘。大げさな言い方すると。やってしまえ。やってしまえ、ヴィンセント。てか、敵のね、攻撃のエフェクトは割と長いんですよね。こいつに限ったことでないんだけど。よし、いいぞ。オーバーキル気味な。てか、あんな、こんなでかい銃を無理やり回さなくてもいいんじゃない、ヴィンセントさん。だぐるぐる回してましたね。死はないんだね、何も。おー、ここはなんかマテリアが、ん？なんか落ちてますね。来てよかった。なんだろう。属性マテリア、いいね。だけど、とりあえず使わないかな。これ天然のマテリアなんだよ。とりあえずこれ調べらんないか。こんなところかな、でも。あら、ここで行き止まりか。ここで行き止まりみたいですね。よし。じゃあ、もう動画切っちゃおうかな。ここで以上はいけないみたいですね。なんだか、なんだっけ、吊り橋が落ちた、時にこの辺まで歩ってきたんだったら確かなっていう感じだと思います。というわけで、次回はこの山を抜けたところから始めます。ご視聴ありがとうございました。